こんにちは、月島です。今回はルーペデック CT を開封レビューしていきたいと思います。ルーペデック CT はマウスやキーボードで行う操作を手元で簡単に行うためのコントローラーです。いつも使用している動画編集ソフトの Final Cut Pro だけでなく、音楽制作用の DTM ソフトやその他のアプリにも対応して使用できるようです。今まで存在を知りながらも高価なので躊躇していましたが、ブラックフライデーで割引がありましたので思い切って購入してみました。目次です。本体各部の確認、ルーペデック CT の主な特徴、最後にまとめと次回予告です。サイズは縦 160mm、 横 150mm、 厚さ 30mm です。一応片手でも持てるサイズ感です。パソコンのキーボードやマウスと並べるとこんな感じになります。横から見ると上部に向かって少し傾斜がつけられています。重さは約 360g です。本体上部のプレートはアルミニウム製だと思われます。触るとひんやりとしています。ノブは回すとカチカチとクリック感があり、1メモリずつ動きます。プッシュにも対応しています。ノブは上部の両脇に6個配置されています。本体上部中央はタッチパネルです。パネルにボタンが12個並んでいるように見えますが、押し込むことはできない1つのタッチパネルが黒い部品で区切られている感じです。タッチパネルの下に丸いボタンが8つ装備されています。本体下部中央には大型のホイールがあります。こちらはクリック感はなく、くるくると回ります。中心はタッチパネルになっていて、ここにも様々な操作を割り当てることが可能です。大型ホイールの両脇に6個ずつ四角いボタンが配置されています。丸いボタンと四角いボタンはバックライトが仕込まれていて、キーが光ります。質感やボタンの押し心地はとても良いと思います。本体上部にパソコンと接続するための USB-C 端子があります。他に接続端子類はありません。本体の裏側にはゴム足が4つ配置されていて、しっかりとグリップされます。操作中に滑るということはありません。ルーペデック CT を使用するには、まずパソコンに制御や設定をするためのソフトウェアをインストールします。このソフトウェアで各ボタンやノブに機能を割り当てます。キーマップが配布されているソフトウェアであれば、デフォルトの割り当てを展開することができますし、そこからさらに自分の使いやすい設定にカスタマイズしていくことが可能です。タッチスクリーンの部分には12個のコマンドが表示されていますが、横にスワイプすると次の画面に切り替わり、ページを移動することでたくさんのコマンドを割り当てて使用することが可能です。また一つのページに自分がよく使うコマンドをまとめて割り当てておけば効率よく作業ができます。使い方に慣れたらそうしていきたいと考えています。エンコーダーノブがあることが購入の一番の決め手になりました。たくさんのコマンドを割り当てることができます。動画編集の時や音楽編集作業の時に地味によく使うのがタイムラインやクリップの拡大縮小です。キーボードのショートカットでこの操作を行うには、両手を使うためにマウスやトラックボールから手を離す必要があります。またページの拡大縮小バーを開いたりするのが集中しているときは煩わしくなってきます。その点、ルーペデックのエンコーダーノブに拡大縮小のコマンドを割り当てておけば、ノブをひねるだけで操作ができるようになります。
両手を使ってキーボードを何回も叩くのと比べると片手でノブをひねるだけですので圧倒的に操作が楽です。また下にスワイプするとコマンド割り当てのページを変えることができて、たくさんのコマンドを使用できます。タッチスクリーンはコマンドの内容を表示してくれます。さらに両脇にはエンコーダーノブのコマンドも表示してくれます。大型のホイールの周りの物理ボタンも割り当てを変えることができますが、その場合は変えたコマンド内容を覚えておかないといけません。その点、割り当てたコマンドを表示してくれるのもタッチスクリーンならではの利点だと思います。私がよく使用している Final Cut Pro、Studio One、Logic、OBS などが対応しているのも購入した理由です。Adobe のソフトももちろん対応しています。また、Mac や Windows のデスクトップでも使用できるようで、割り当てておけばアプリケーションをボタンタップ一発で起動することもできるようです。編集作業の時間短縮と両腕にかかる疲労とストレスの軽減が期待できるアイテムです。まだまだ操作や割り当ての仕方が分かっていませんが、今後 DAW ソフトの設定方法などがよく理解できましたら、自分の備忘録も兼ねて動画にしてみたいと思います。次回は Waves の SSL バスコンプレッサーをレビューしてみたいと思います。バンドルセットの SSL4000 コレクションにも含まれるバスコンプレッサーです。コンソール卓をモデリングした SSL EV2 チャンネルのレビューと合わせて見ていただくと使い方もよくわかると思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。